寄せチャンネル。ヨネスケ師匠が最近気に入ら、気に入ら、ちょっとなんか調子悪いな、あの、気になってる、あの、若手の落語家さんっていらっしゃいますか？若手は多いよ。だって、それはだって。そうですよね。うん。宮城、これ、商店入った宮城ね。はい。それから、こちらく。あ、こちらくさん。こちらくさん。こちらくね。はい。こいとう。あ、こいとうさん。うん。それから、こいはち。あ、結構あのね、なりきんの会で、胡椒とかね。ああ、なりきんメンバー多いですね。それから、落語協会ではね、あいつ、出てこねえやね。この間も商店の若手を、わさび、柳屋わさび。柳屋わさびさん。ああ。柳屋わさびもいいよ。あ、わさびさんに似てるって最近よく言われるんですよね。本当だ、本当だ、本当だ。似てますか？うんうんうん。なんか、喋り方とか、なんか顔が似てるってよくね、SNS で言われますね、なんか。お、柳屋わさび。はい。まあ、そういう連中僕注目してて。ああ。で、その連中はもうユニット作ってすごかったんだけど、そのもう一つ下の連中が今何かっていうとユニットを作りすぎるんだよね。ああ、そうですか。最初の時のユニットだから2番戦技ってダメよね。あ、2番戦技ってね、やっぱり僕はね、絶対ダメのようになって、ダメだよって。だから2番戦技でもどういう目的があって2番戦技をしようかなっていうような感じになってほしいね。ああ、それと、それともう一つ、もっと遊んでって僕は言いたくなりますよね。遊んでです。うん。だから今の人ってこのテープで聞いてるから、はい。まあ電車の中でもほらずっと聞いてるから、はいはい。うまいことはうまいんですよ。うんうん。うまいことはうまい。うまい。でも3人出てくるとみんな同じで飽きちゃうのよ。ああ、同じ感じっていうことですか。感じ。だから僕らの時はうまいのもいりゃ下手くそのもある、面白いのもあるっていろいろみんなあった。それはなぜかって言ったら、やっぱり遊んで歩いてました。ああ、やっぱ遊ぶことが大事なんですね。遊ぶって、例えばなし、女に振られたり、それから酒飲みって金がない時に、はい。どうやって飲むかっていう、そういう方法を覚えたりね。ああ。金がなきゃないところで、またちゃんとうまく、ね、誰かと友達になってそこで払ってもらうとかさ。まあ、泥棒しちゃダメね。泥棒しちゃ食い逃げしちゃダメだけど、そういうふうにして、そういうような経験が。はい。経験が役に立つということです、ね。落語に出てくる。だって、ね、落語に出てくる人物だってみんなろくでもねえやつばっかりじゃないよ。確かに多いですね。いいやつは大岡越前とかだ。あとはみんなろくなもんじゃない。ろくなもんじゃない。それが面白いんでしょ。うん、そうですね。うん、ああ、そう、やっぱそういう人物に近い落語家になるということ。近いというか、だからそういうところで、なんか経験をして。経験をして。うん。だから若いでしょ。経験をして、それで、はい、なんかの時に、ああ、そういえば、俺、若い時こうだったなって、それをポッと出すとかさ、そういうことできると思うんですよ。そうですね。うん、だけど、今も、一旦、なりきんというユニットが当たったから、他もみんな、俺たちもユニット作ろう、ユニット作ろうって やってるけど、それじゃダメっていうことなんですね。うん、やっぱり、それは、なりきんはユニットで成功しましたけど、うん、でも、ユニットの中の、なりきんの中の、個人の争いは大変だからね。ああ、大変ですね。みんなライバルだから。確かに。だから、もうユニットよりまず落語家全体がライバルだって見といた方がいいと思いますよ。うん。で、その中で友達ができる。ああ。だから僕と小遊三さんなんて未だに友達で。友達ですね。うん。今度も伊沢温泉に行くんですけどね、二人でね。本当に仲いいですね。え？本当に。いや、伊沢温泉にね、はい、小遊三さんの奥さんと俺と、はい、と小遊三さんと3人で伊沢温泉に、羨ましいです。じっくり温泉に浸かってね、昔話をしようかな。あ、
そういうこととか。なるほど、うん、僕らの時はね、だからね、若い時はね、みんな落語家の友達のうちに泊まり歩いてた。あ、そうなんですか。うん、最近じゃそういうのってあんまりありえないですね。今ない。で、そうやって泊まり歩いててみんな友達になったり、はい、それからまたその人が連れてくるお客さんやなんかと仲良くなったりとか、あ、いろんなことだから、どんどん友達が作ってください。あ、そうですね、うん、やっぱ泊まらせてくれる友達ですか。ん、泊まらせてくれないような友達は友達じゃないでしょう。あ、そうですね、うん、確かにそれぐらい親しい友達を作るってことですね、はい、で、僕この年になってつくづく思うんですけど、はい、人間、はい、お金じゃない、お金じゃない、友達です。だからいかに友達を持ってるのかが幸せだと思うんです。すごい今名言いただきました。いや本当に、金なんか持ってたってさ、はい、友達がなきゃこんな寂しいことないよ。あ、そうですね、うん、だって1億持ってたって友達がいなかったらこんな寂しいことないよ。そうですね、うん、確かにお金よりやっぱ友達の方が大事ですよね。友達で全然年の離れた女をもらうと騙されるに決まってる。金持っててもだからそれはダメよ。ああ、もちろんです。だから友達だったら金は持っていかないから、持っていかない、一緒に飲むぐらいだから。ああ、うん、じゃあ今のうちにたくさんの友達を作りたいと思います。そうそう、うん、それが一番いいと思いますよ。うんうん、だから学校の友達も友達で必要だけどね、うんうん、ただ学校の友達だとね、もう今もう13年もやってると話が合わないだろう。合わないです、ね、だから芸能界っていうか芸界の人たちとの話が合うでしょ、うん、合いますね。で芸界の大体同い年ぐらいの連中とすごく友達作るといいですよ。あ、うん、でそこのうちに泊まりに行ったりなんかする。はい、それが最高にいいなと思う。で今度は、そいつは自分のね、うちに来てくれて、でご馳走してたりなんかするんですよ。あ、それがいいなと思います。やっぱそういう友達を私も作りたいと思います。ぜひぜひ。小遊三師匠とは何年ぐらいお友達なんですか。小遊三さんとの友達は、はい、56、7年です。56、7年。あの小遊三さんが明治大学に通ってる頃に、はい、小遊三師匠の師匠は遊三師匠で、はい、その方が中野に住んでて、はい、でうちの師匠も東中野に住んでて、はい、でよく行き帰りに会ったんですよ。あ、でこいつを今度はうちの落語家になるからなって小遊三さん言ってたもんですから。あ、でそれからだから珍しいよ、学生時代から私と小遊三さんは、はい、小遊三さんが学生時代から、はい、友達だから56年か7年だよ。すごいですね、うん、ずっと一緒だよ。ずっと一緒ですね、うん、本当にずっと。すごい YouTube とか拝見してるとすごい仲がいいんだろうなって思いながら見てました、ね、うん、あの方と亡くなった、今のこちらくのお父さんのちらく、あ、ちらくさん、うん、はい、だから俺と小遊三とそのちらくと夢之助と三笑と夢之助と、この4人がいつも遊び歩いてました。へえ、うん、そうなんですね、うん、その中で一番モテたのは夢之助でしたね。夢之助さん。で酒が一番強かったのは俺だったの。あ、でもやっぱ酒強いとモテますよね。モテない、モテない。酒強いのは、酒はね弱くてもいいからいい男の方がモテる。ああ、そうなんですか。うん、いやー、私はすごい。お酒はまだね飲んじゃいけないけど。はい。うん、あと4年後です。もう、うん。まあ、なるべく飲んだ方が友達はできるよ。あ、本当ですか。うん、本当に本当にそれはできる、うん、いやー、すごい参考になります。いやいやいや、本当に。あとなんか落語とかなんかで聞きたいこといくらでも聞いてください。あ、いくらでもいいですか。いいよ。ちょっと忘れちゃったらここ見ますね。ちょっとね、寄せチャンネルよろしくお願いします。日本唯一の落語寄せ専門チャンネル、寄せチャンネル。さあ旦那、語れ。バカ、おいしゅうございますな。切れなかったんだよ。人気実力ともトップクラスの話し家や
それもしまな新進気鋭の若手話し家どこさあのコーラさあちょいちょい行こうさらに寄席を盛り上げるお笑い芸人が登場お笑い番組を毎日放送寄席チャンネルをお楽しみに